というわけで、アニメの方は見ていただけましたか？ということで、今回は豆腐ステーキに挑戦していきます。普通の豆腐を使って作るんですけど、今まで名前は聞いたことあるんですけど、作ったことがなかったので、ちょっと前から気になってたんで、今回うまくいったらいいなと思います。まあ、異世界食堂のシリーズも結構撮ってきてるので、再現の方もうまくいったらいいなと思います。それでは早速作っていきましょう。まずは付け合わせの方から作っていきます。人参のグラッセとほうれん草を茹でたものと、あとはポテトがあったので、そちらの3品を作ります。まず人参はこのぐらいの大きさ、何センチだ、2センチ、2、3センチくらいにカットして、こちらを4等分にします。で、こちらの麺を、このとんがってる部分を包丁で取っていきます。今回はちょっと工程が多いので、パパッと済ませたいので、電子レンジで人参のグラッセができるって知ったので、今回そちらで作ってみます。耐熱ボウルに人参を入れて、水大さじ2、バター 5g、 塩少々、砂糖を小さじ半分入れます。ふんわりとラップをして電子レンジで1分半加熱していきます。1回ラップを外して軽く混ぜます。で、まだ人参に火が通ってないので、もう1回ラップをして1分半加熱していきます。加熱してきました。どうかな。お、めっちゃバターのいい香りする。こんな感じで中まで火が通ってたらグラッセの完成です。沸かしたお湯にほうれん草を根元から入れてちょっと待ちます。で、全部入れてほうれん草を茹でます。茹でたほうれん草は4等分にします。次にポテトの方を作っていきます。じゃがいもはしっかり洗って、まず半分にカット、そしてくし形切りにしていきます。ちょっとこれだと大きいので、さらに半分、こんな感じでカットできた。カットできたら耐熱容器に入れます。そしてまた軽くラップをして6分くらい加熱していきます。で、ここにオリーブオイルを少量入れて、あとは塩も適量まぶします。で、軽く合わせます。こちらは後でフライパンで軽く焼きます。大葉2枚を千切りにしていきます。こちらの根元、茎を取ってくるくるって丸めて千切りにします。これは後で大根おろしの上に乗せます。もう絶対美味しいですよね。大根おろしも作っていきます。今回はこちらこのぐらいの大きさ使うんですけど、まあ上に乗せる分なので、お好みの量を使って作ってください。
ポン酢とレモンを合わせてソースを作るので、レモンを絞ります。半分にして、もう半分全部使っちゃおうかな。ボウルなどにポン酢を入れてレモン絞っちゃいます。しっかり絞れたら、これを後でおろしの上にかけます。豆腐をカットします。まあカットといっても、こう横半分に半分にするだけです。キッチンペーパーの上に先ほどの豆腐を置きます。で、水気をこう吸い取る感じで、では加熱作業に移ります。まずは先ほど準備しておいたポテトを焼いていきます。油をちょっと引いて温めます。油が温まったら先ほどのポテトを入れます。まあサクッとするぐらいまでに加熱します。いい感じに焼き色がついてきたら、キッチンペーパーにあげます。フライパンに油を入れて温めます。油が温まったら薄力粉をまぶした豆腐を入れます。片側はすごくこんがり焼けてたので、下側がきつね色になるまで焼きます。よく焼きます。ゆっくり焼いて裏面もいい感じになったので、これで完成です。あとは盛り付けていきます。真ん中に豆腐を置いて、この大根おろしを乗せて、刻んだ大葉をちょっと乗せます。付け合わせの野菜を置いて、お待たせしました。なにこれ？豆腐ステーキです。味付けやおろしポン酢、昆布だしだけで仕上げたので、多分お嬢さんでも食べられると思います。それとパンはダメっぽいのでライスを持ってきました。まあ豆腐ステーキにはこっちの方が合うと思いますよ。それじゃあごゆっくり。確かに獣の匂いはしないわね。でも問題は味よ。それじゃあ店主は豆腐とか言ってたけど、とにかく食べてみるしかないわね。何これ、小さい頃に食べたことがあるような気がするけど。それにこのおろしポン酢、甘みが少なく酸味が強い果物の汁と、かすかに豆腐と同じ風味がある塩気の強い汁、そして未知の海の香りがその2つの汁をまたぎ1つの味と消化させている。まさか人間にこんな技術があるなんて。海の香りの正体が何かはわからない。でもどういうものなのかはなんとなくわかる。その何かを加えた一つの味として完成させている。さらには強い香りを持つハーブと白い雪のような野菜のすりおろし、これに酸味と塩気を持つソースを合わせることで、いくつもの
味と香りを組み合わせた複雑な美味しさを作り出している。その複雑なソースをどちらかといえば素朴で淡白な味がする豆腐と合わせることで、あっさりしながらも確かに食べているという満足感も与え、胃袋を満たしていく。